こんにちは。戦国150年ニュースをお伝えします。享禄3年のニュースです。戦国武将たちの間で文芸への関心が非常に高まっている模様です。文化的な素養は政治的なステータスに関わる重要な要素と考えられています。2月には今川氏輝が近衛久通から古今和歌集を送られ、現在逃走中の官吏細川隆邦も古今和歌集について三条西実隆に教えを請うなど、戦国武将の間で文学への関心が高まっているようです。堺公方の重臣が刺客に襲撃されました。播磨を中心に備前、美作などを支配した赤松氏が衰退したことで、家臣の浦上氏、別所氏が独立。官吏細川隆邦は浦上村宗と結び、それに対抗する播磨三木城の別所成春は、堺を中心地として新たに公方に担ぎ上げられた足利綱吉に仕える柳本片春に要請して、村上方の頼藤城を包囲させました。ところが、東条谷の陣中で浦上村宗の家臣、島村隆則の放った刺客により、柳本片春が暗殺されました。総大将が死亡したことで柳本軍は混乱に陥り、頼藤軍の攻撃を受けて柳本軍の兵士100人以上が討ち死にし撤退しました。越後で騒乱が起きています。守護上杉貞真をしのぐ勢いとなった守護代長尾為景に対し、上杉一族の上条貞則が越後北部阿賀北の黒人衆を巻き込んで反為景勢力を形成しました。将軍足利義晴が仲介する事態に発展し、越後の抗争の長期化が懸念されています。享禄4年のニュースです。加賀の本願寺門との間で抗争が起きています。第8世宗主蓮如のもと、加賀守護富樫正親を滅ぼして実権を握った加賀一向一揆は、越前、能登、越中への勢力拡大を求めていました。しかし官吏細川政元が暗殺されたことで、細川家内部の抗争が起きた結果、反本願寺派の細川隆邦が政権を奪うと、第9世宗主実如は教団維持のため方針を転換し、合戦をすることや徒党を組むことを禁止するなど、幕府や大名との共存を求め、さらに奉主に権限を集約し、一族の価格を定め、内紛を未然に防ごうとしました。実如の死後、加賀を支配する穏健派の加州三家寺といわれる昭光寺、本泉寺、皇居寺と越前朝倉氏に敗北して加賀へ逃亡した拡大派の本覚寺、長照寺との間で対立が起きました。細川隆邦と対立する細川晴元側を支援する第10世宗主昭如の後見人蓮順が、北陸にある隆邦派の荘園選挙を長照寺に進めさせると、これに加州三家寺が反発し、一門一家制違反を理由に長照寺討伐を命じ、蓮順は奉主の命に背いたとして加州三家寺の討伐を命じたことで、この年5月ついに逃走に至りました。当初は加州三家寺側が劣勢となりましたが、越前への拡大を阻止したい朝倉氏や能登畠山氏などが加州三家寺側として参戦。朝倉氏は勝利したものの、畠山氏が敗北し、加州三家寺側についた加賀守護富樫種康も地位を追われました。そして本願寺奉主を頂点とした支配体制を完成させた蓮順は、宗主昭如のもと絶対的な地位を手に入れることとなりました。官吏細川隆邦の最後です。京都から落ち延びていた官吏細川隆邦は、昨年柳本片春が暗殺されたことをきっかけに播磨統一を果たした浦上村宗と連携し、京都を奪還しました。一方、堺公方側も立て直しのため、三好元長を総大将に摂津中島で戦い、一進一退の状況が続く中、
細川高国側だった有馬守護赤松正助が堺公方側に内応。安能寺から細川高国軍の背後を攻撃し、三好元長も呼応して天王寺方面から攻撃を仕掛けたため、浦上村宗以下主だった武将が戦死し、細川高国は戦場を離脱しました。その後、細川高国は尼崎の藍染屋に隠れていたところを捕らえられ、6月8日に自刃。こうして細川政元が暗殺されたことをきっかけとする細川家の内紛に終止符が打たれました。将軍足利義晴は動けずにいるようです。細川高国が諸大名に支援を求めていた頃、将軍足利義晴は朽木に滞在しており、細川高国が浦上村宗の協力で摂津に入ると、足利義晴はこれに呼応して六角貞頼と共に京都へ向かおうとしていました。しかし細川高国、浦上村宗軍は堺公方、足利義綱、細川晴元軍に敗北したため、後ろ盾を失った足利義晴は京都入りを果たせず、近江蒲生郡武佐の長光寺で上洛の機会を伺っています。琉球王国でおもろ宗師が成立しました。おもろ宗師は思い、歌を意味するおもろが書かれた冊子のことで、琉球に伝わる祭祀の祝詞が集められています。主にひらがなで書かれた文章には多くの琉球語が含まれ、歌の内容は王や琉球神道の女性祭祀のほか、詩人や船乗りをたたえ、神話や戦争、自然などにまつわるものとなっています。最後に年表でお別れしたいと思います。それではまた次回、さようなら。